はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、まず、はじめに、感謝のご挨拶をさせていただきます。おかげさまで、4000人、達成しました。ありがとうございました。まあ、次、また、5000というね、一つのラインに向かって頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。サムネイルに、クククそったれ、 と書いていてますよねこれはどうしてかと言いましたらですねまあ嬉しい話なんですけれども3,980人ぐらいの時にあ,あもうちょっとだから特別イベントはする予定はなかったんですけれどもどんな動画を作ろうかなとか今日は考えてたんですよ。その時に今見せます動画がですね 案外急に伸びましてですね、まあ急に伸びたといっても僕のチャンネルですからですね、なんか調子いいぞとか思ってたんですよ。そうしてなんやかんやこう考えてるうちにですね、今度 YouTube をパッと見たらですね、もう4000ってなってるんですよね。アナリティクスを見たらですね、もう4004人になってるんですよね。ちょっと拍子抜けというかですね。<laughs> どんな動画を作ったらとあ僕の場合だいたい今のペースでですねだいたい月200人ぐらいの方がチャンネル登録してくれてるんですよねちょっとウカッとしてたんですよね、まあ、そんなに伸びるとは思ってなくって4000人というのを見過ごしてしまったというね僕にとっては嬉しい悲鳴なんですけれどもそういうことで まあ、ちょうど2023年のこの冒頭にですね一つの目標が達成できましたでもねいいことばかりじゃないんですよ僕のチャンネルというのは YouTube を始めてからっていうのは15年ぐらい経ってるんですよね もう最初の頃はですね泣かず飛ばずば僕の本業はスタジオ経営なんですね音楽スタジオで2012年に島村楽器のコンテストでファイナリストになってからプロということで活動をしてそれまではねコンピューターのソフト会社を経営してたんですよね。 もちろん今もちょっとだけ仕事があるんですけれどもまたそれに関係するようなですねネット配信の仕事とか全てがコンピューターなんですよね二十歳の時にコンピューターに出会ってそして僕はもうすぐですね還暦を迎えるわけです1月に還暦を迎えますのでですねもう40年もコンピューターに携わっているんですよねだからまあ今も含めてコンピューター ということを中心に動いてきたんですけれどもなかなか YouTube は伸びてこなかったんですねたくさんのシンガーさんとかね若いシンガーさんを育てたりしてそしてテレビに出てくれたりとかですねデビューまでこぎつけてくれた人もいるんですがやはりね僕は YouTube のやり方というのを間違ってたと思うんですよね。いいコンテンテツを出せば伸びるだろう 歌が上手だったらみんな聴いてくれるだろうそういうふうに思ってたんですねだから最近は音楽家ののの方に向けたた YouTube 動画っててていいいうのも作らせていただいてるんですよねやはりどの YouTuber さんも言うようにサムネイルとかタイトルとかみなさんが興味を引くようなそういうような動画を作っていかないとですね 音楽が上手だからということで、YouTube が伸びるのとはちょっとわけが違う。それに気がついたのが、コロナが始まってからなんですよね。それまではまあ1週ほどライブをしていたんですけれども、いよいよライブができなくなって、この YouTube に力を入れようと、YouTube の指南動画とかをもうたくさんもう片っ端から勉強してですね、 ちょっとずつちょっとずつこう積み上げていって今日の4,000人というところまで来させていただきました。本当にありがとうございますまた明日からも皆さんのためになる動画ですね喜んでいただくということが僕の一番の心情でしてまあ YouTube で結果的に収益化するとかっていうのはもちろん嬉しい話なんですけれどもまあ あそれは結果論であって、えー、何せ皆さんのお役に立つまあ、DTM の情報であったり、音楽のいろんなノウハウ、そういうのを皆さんに今後とも伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、明日からも頑張ります。市村長でした。市村長ミュージックスタジオ